茨城県道、千葉県道17号欠場の打線は、茨城県有城市から、千葉県の田市に至る県道である。茨城県有城市富士見町の茨城県道264号、小山有城線との交点である交差点を起点とし、千葉県の田市の田野の田市下町交差点を終点とする、南北約 45km の幹線道路。このまま直進すると、千葉県道5号松戸の打線になる。 なお、茨城県内はほぼ、日光東海道である。1954年1月に建設省で主要、地方道を指定する告示が出されたのを受け、1954年9月1日、茨城県では、道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時、認定した23路線のうちの一つで、起点を、有機市、県内の終点を、県海佐島郡栄町、 重要な経過地を、佐島軍港島村とする路線が、県道有機の打線である。1995年に整理番号17となり、現在に至る。茨城県内の有機の打線の現道は、部分的に歩道がなく、また右折レーンのある交差点もほとんどないことから、慢性的な渋滞が各交差点で起きている。また、大型車両の通行量も多いことなどから、 車両や歩行者の安全性確保と利便性向上を図るため、小賀市境町の区間でバイパス整備が進められている。道路法の規定に基づき、茨城県内の有機市、有機道市川北庭と、有機市、有機道間と、小賀市所川道市東山電管及び、佐島郡境町猿山道長間は、緊急輸送道路として、 機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。橋梁道の駅茨城県区間千葉県区間、ありがとうございます。